まりのテーマはこちらです。見てしまった、聞いてしまった。はい、今日は見てしまった聞いてしまったでメールをお待ちしております。今日はね、探偵の日なんですって。お、はい、なので皆さんの目に嗅覚とかで、はい、いろいろとね感じたものをぜひ送っていただきたいなと思います。そして今日群馬の話題のコーナーはですね、うん、あの甲子園が中止になってしまったということで、はい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 、ね、とても残念でございます、うん、そちらのね方も触れていきたいなと思います、はい、ぜひ9時までお聞きください、はい、時刻は7時29分を回ります。木曜日、今日も一日元気に頑張っていきましょう。いってらっしゃい。52分です。おはようめばしからお送りしております。斉高さん、今日のおはからメールテーマはどうぞ。見てしまった、聞いてしまった。はい、今日は見てしまった聞いてしまった、うん、というテーマで皆さんからメールをいただきます、はい、ラジオネームトゥーパンプさんです、はい、かつて写真週刊誌が社会現象になった時代がありました、うん、つまりパパラッチ的なカメラマンが必要とされました、うん、私は純粋にスポーツが撮りたくてスポーツ新聞社のカメラマンになったのですが、うん、パパラッチ的な仕事ばかりになり、もちろん仕事ですから今でも知られているスクープ写真を何度も撮りました、うん、主観主主ススキャンダラスな写真が掲載されると当然ですがその日の販売が伸びて売り切れてしまいます、うん、社長から表彰されたり金一封のボーナスをもらったり、うん、でもそんな写真は自分が撮りたかった写真ではない。どんな立場の人であってもその人の人生を狂わせてしまうような写真を撮っていいわけがないですもんね、と。なんかそれに我慢ができなくなった時に私はサラリーマンとしてのカメラマンを辞めました。うーん、今は自分のふるさとを拠点にごく普通の活動をしていますが、なんとか法と呼ばれる雑誌もテレビのワイドショーも全く見ません。自分自身の反省を含めて人の上げ足を取るようなものには全く興味がなくなってしまいました。おね、いただきました、うんうんうん、なかなか人がね経験できないようなことも ね、うん、持ってるんだね、いろいろ何すっぱ抜いたんだろうね気にならないの、お兄さん。それが表彰されちゃうって相当なのをすっぱ抜いたでしょでも表彰すごくすごい複雑な気持ちだったでしょうね。ね、トゥーパンプさんもね、でもそれお仕事として頑張ってたからね、ちょっとこれコメントをね控えさせていただきます時刻は7時54分を回ります。メールお待ちしております。時刻は8時20分を回ろうとしています。おはようめばしからお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と木村隆です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、この時間は前橋町中を中心とした飲食店のテイクアウトとお客様をつなぐ情報ページマエテイクに掲載中の1店舗をご紹介するコーナーです。今朝ではございません、今日の朝ご紹介するのは、はい、うん、福州飯店さんです、うん、はい、福に、うん、九州の州に、うん、飯店、はい、福州飯店さん、うん、はい、こちらは群馬県の校舎総合ビルの南側にございます、うん、はい、中華料理屋さんですね、はい、創業69年、老舗でございます、うんうん、でこちらのおすすめのテイクアウトは、はい、お惣菜セットがおすすめだそうで、うんうんうん、1980円からご注文いただけて、はい、リーズナブルにお家で福州飯店のいろいろな中華を楽しめます、うん、いいですね、こういろいろとこう回る中に帰ってるんでしょうね、うん、で、全単品2割引きだそうです。お、ありがたい。またたくさんお買い上げいただいたお客様も特典ございますと。あら、電話にて簡単注文、車内で安全受け取り OK。 いろいろと考えてくださってますね。もっとお店のことを知りたい方はマエテクで検索してください、はい、200店舗超えましたから。あら、すごいですね。すごいね。うん、今日は福州飯店ご紹介しました、はい、ぜひ皆さん足を運んでみてください、はい、以上マイテクテイクアウト応援カンペンのコーナーでした。なんて
今カフ下げたからスルーしてくれるんかと思った。いや、うん、無音が続くなと思ったんでちょっと拾っちゃいました。ちょっとビタミン不足のせいで口内炎ができてしまいまして。舌噛んだんだろ。それが、うん、豊さんその日だったじゃないですか、うん、私舌噛んだところじゃなくて、うん、それともう一個裏にできちゃっててベロの、それが痛かったんですよ。あ、そうなので病院にまで行っちゃいました。あら、本町の。おう、じゃあ随分と随分重症じゃない。そう、薬もらって、でも1分で治療終わったんですけどね。もう塗っとけとこれ。ね、塗れない場所なんですよ。だから飲み薬、ビタミン剤とか。あ、そうですか。あら、大変ですね。そうなんです、ごめんなさいね、はい、すみません。でもだんだん治ってきたので。あ、よかったですね。もう少し皆さんお待ちください、はいはい、では今日のメールのテーマお願いします。今日は見てしまった聞いてしまった。はい、今日は見てしまった聞いてしまったということで、うん、はい、探偵の日なんですって今日は、うん、ラジオネーム太っちょ塾講師さんからです、はい、恋人の携帯を見てしまったというメッセージは何通来ていますか。お、自分は彼女の携帯を見たことがありませんが、うん、見たいと言われたら見せてました、お二人は恋人の携帯を見たりしたことはありますか。豊さんどうですか、恋人の携帯って見たことはございますか。がっつりは見たことないですけどね。まあでも別に見られて困るようなことはないんで、うん、割とその放置してましたけどね、うん、今ほらスマホだからさ、暗証番号入れないとね、開けないけど、はいはいはい、前のガラケーとかでさ、うん、暗証番号を打たなきゃいけないってロックしてる人って結構いなかったから。そうですね、バッと開けばもう見えちゃうとかさ、うん、そっかそっか、結構あったからね、うん、全然割と見られてたんだろうなというような感じがあるよ俺は。結構こう見てくる彼女さんだった。そうね、見てたっぽいけどね、見てたのを見ちゃった時もあるけどね、うん、おいおいおいっつって。彼女さんが内緒で、うん、まあ豊さんの携帯を見てて、うん、それを見ちゃったってことですよね、うん、どんな気持ちなんですか。何してんだろうと思ったけど、まあいいやと思って。ああ、そこでなんかこうあだこだ言うってわけではなく、寝てたからちょうど、うん、パッて目が覚めた時になんかゴソゴソしてて、ああ、何言ってんだと思ったけど、まあいいやと思って。でも多分それは豊さんがのことが多分好きで、でも多分なんかちょっと心配なことがあったんだと思うんですよ。まだちょっと信用されてない買ったんですよ。失礼だな。君に何が分かるんだね。ガツく、私この話題答えられませんからね。だって見たこともなければね、恋人うんちゃらって呼んでこともできませんの で, そ う, でそうだから、まあそうです、信頼しててもそういうことが起きるんです。えー、男と女ってそういうもんですから。いそひそ、嘘、ちょっと何なんだろう今日は。ちょっとマウント取ろうと、なんか今日マウント取ろうとしてるでしょ。いや、そうでしょうね。なんかね、うん、いやだからもう要するに心配をかけないでください。そしたら見ませんよね。かけないからこそ、かけてない、うん、かけてない自負があるからこそ見ていいよってしてるわけじゃん。これを下手に隠したらさ、バレるんだってね、やっぱね。隠してると、バレたことがあったんでしょ。違う違う、これね、女友達に言われたことある。はいはいはい、なんて、その男はすぐバレる嘘をつくよっつって、なんかいつもと違うことを急にしだすって言ってて、あーって俺もしてたかもしれないなって言わ、それね、そう聞いて思ったことあるから気をつけようと思いました。女の人ってやっぱ鋭いんだろうなって思う。女の顔はすごいですよ、うん、本当に、うん、私たちも友達とかも、うん、なんか当たりたくもないのに当たっちゃう、うん、当たっちゃうんだってね、うん、分かるんだって。分かるんですってね、うんうん、気をつけます。気をつけてくださいね。はいはい、まあ今は気をつけることないと思いますけどね、タカさんね。ラジオネームアレルヤハレルヤさんからです。はい、おはからです。福引きの列に並んでいたら、僕の前の人が回したところで玉が終了しました。特賞の景品はすでになく、残っていたのはハズレの景品だけ。すると担当者はハズレの玉を集めて福引きの中に戻し再開したのです。僕はその行為を目の前で見ながら、ハズレしか出てこないと分かっている福引きを回したのでした。おお、悲しい。見ちゃったんですね。言ってもいいんじゃない、それは。それ入ってないよね。皆さんは言えます。まあでもそういうもんか。やっぱこうね、イベント関係は、うん、いつその一番大きな当たり用の玉を入れるかっていうのは、うん、あー、え、最初にから入ってねえんだ。
入ってなかったりするか。いや入ってます、入ってます。すいません、入ってますよ。まあ時と場合によるのかな、わかんないけど。そう入れてない。入ってます。そうだよね、だって一番最初に一等賞が出ちゃったらさ、興ざめしちゃうじゃん。それはそれで。いや入ってます、入ってます。入ってます、入ってます。どうぞどうぞ。入ってますよ、入ってますよね、はい。高崎パパです。はい、パパちゃん。ハニオン高崎パパです。もうだいぶ前のことですが、神田郡神田町の一大イベント、城下町おばったでいいのかな、おばった桜祭り武者行列を見に行った時の一コマ、甲冑に身を固めてる戦国武将の姿が目に入りましたと。はい、道端でたむろしてるね、甲冑に身を固めてる、戦国武将の格好してる人たちがいた。何気に見入ってると、その戦国武将はなんとおもむろにスマホを取り出しいじり始めました。戦国武将にスマホ、なんか見てはいけないものを見てしまったような複雑な心境に陥りました。めちゃくちゃ面白い。だからあれでしょ、ヒーローショーみたいなのを見に行った時に、なんかその盤のこっち側にそのヒーローのこのなんか脱ぎ捨ててあるやつがこう映っ、なんていうの、窓から見えた時のあの衝撃、あれっつって積んであるけどっていうねっていうやつです、ね。ヒーローはそんなことしません、皆さん。戦国武将もね、携帯じゃないかもしれないんだから、パパ。なんかの武器だったかもしれない。そう、武器だったかもしれない。戦国時代の武器だったかもしれない。そうか、俺たちのまだ知らないね、歴史がそこにあったのかもしれない。そう、パパそれ逃してる。90年。めちゃくちゃ面白いじゃないですか。はい、そしてね、他にもね、たくさんメールをいただいております。はい、今日はこんな形でね、ぜひ見てしまった、聞いてしまった話をぜひ送ってください。はい、お願いします。から来ましたさんはですね、あの家の中の掃除をしていたら、自分の若い時の写真が出てきて、それを見てしまった時は、もう本当に恥ずかしかったですと。これはね、多分皆さんあるあるじゃないんですか。そうかな。あの当時のちょっと恥ずかしかった。あ、ちょっとあれか、しょうもない写真だったのかな。そんなことないですよね、お母さんね。ぜひ皆さん送ってください。はい、時刻は8時29分を回ります。また40分台でお会いしましょう。です。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩子と木村隆です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ続いてはチャイムだよ起立注目ゲイのコーナーです。このコーナーは新型コロナウイルス感染拡大防止のため休校となっている前橋市内の小学生に少しでも学校のリズムを取り戻してもらおうということで、1日3回チャイムと校長先生のお話を放送するコーナーです。さあ今日の朝放送する学校は桃川小学校の産方校長先生です。それではどうぞ。この時間は前橋青年会議所がお送りします。起立注目礼。桃川小学校の皆さん、こんにちは。元気に過ごしていますか。桃川小学校の校長の産方です。学校が休校になって2ヶ月目になります。休校中に勉強の課題を取りに来た皆さんと行き合って話ができた時、とても嬉しい気持ちになって心が弾みました。改めて皆さんの笑顔や生き生きとした姿からたくさんのエネルギーをもらっているのだなと感じます。皆さん一人一人が周りの人にとって大きな力をくれる大切な存在です。早く休校が終わって皆さんと一緒に
改めて学校をスタートさせたいなと強く思っています。そしてその日も近づいてきていると期待しています。その日に向かって今大切にしてほしいことを2つ皆さんにお話ししようと思います。1つ目は自粛生活の中で生活のリズムをうまく作って過ごしてほしいということです。2010年にアメリカのスペースシャトルに乗って宇宙に行った山崎直子さんは外出の自粛は宇宙と同じと話し、家で過ごすコツについて体を動かすことと、会えなくても友達など大切な人とコミュニケーションを取ることの2つが大事だと話しています。家にいるとずっと同じ姿勢で過ごすことも多くなる。30分に1回は体を動かしてみましょう。離れて暮らすおじいちゃんやおばあちゃんや友達の声を聞くことも気分転換になりますとインタビューに答えています。また何か一つ楽しみを見つけてみよう、身近な自然を考えてみよう、風を感じたり植物を眺めたりしようとお話しています。皆さんも自分のやりたいこと、できそうなことをやってみたらどうでしょうか。そして学校が始まるときに備えて決まった時間に起きる、寝る、ご飯をしっかり食べるなど規則正しい生活を心がけていってほしいと思います。大切にしてほしいことの2つ目は手洗い、咳エチケットなど感染を予防し健康を保つためにこれまで心がけてきたことを丁寧に続けていくということです。例えば手洗いです。手を洗う時間は30秒くらいがちょうどいいと聞きました。ハッピーバースデーの歌を2回繰り返すとちょうどそのくらいの長さになると聞いて先生も心がけていましたが、最近自分の中で慣れが出てしまって丁寧さがなくなって歌が1回くらいの長さで終わりになってしまったなと思うこともあります。お互いに自分でできる大切なことに丁寧に取り組んでいきたいと思っています。皆さんは本当にこれまでよく頑張ってきています。とても立派です。でも我慢しすぎずに、困っていることがあったら、辛いことがあったら遠慮しないで、お家の人でも学校の先生でも相談をしてください。学校も皆さんのお話をしっかり聞いて新しいスタートに備えようと思っています。それではまた元気に会いましょう。青年会議所がお送りしました。はい、桃川小学校産方校長先生、本当にありがとうございました。さあみんな、しっかりと校長先生のお話は聞けたかな。もし聞き逃してしまったそんな方は、後日前橋青年会議所の YouTube でアップされる予定ですので、そちらからお聞きください。以上、チャイムだよ、起立、注目、礼のコーナーでした。さあ、それでは豊さん、今日のメールのテーマに移りましょう。テーマお願いします。今日は見てしまった、聞いてしまった。はい、ラジオネームエイトママちゃんからです。はい、先日の戦いというテーマで送ったメールに内容が似ているかもしれませんが、私がベランダに洗濯物を干している間など、息子は一人おとなしくしているわけもなく、何らかしら悪さをしているんですよ。はい、ドタバタと嫌な音が聞こえるので、洗濯物を干す手を止めて息子を注意して、また2階のベランダに戻るのを繰り返し、急いで洗濯物を干しリビングに戻ってくると、息子はやばいという顔、おもちゃは散らかり、テーブルの上にはお菓子の袋、キッチンは水深浸水水浸し、はい、水浸し。この短時間で何が起きたの？
と思うほどの大惨事が毎日起きています。ママちゃんからいただきました。大変だね。想像つきますね。まあまあお母さん大変だよな。だからまあ子供もあれだろ、そのなかなか外に出づらいからさ今、うんうん、結構溜まっちゃうからさね、え中でねやりたいことやるよねもうキッチン水浸しはもうびっくりですね。そっか、ママちゃんの息子さんは3歳かな。ねえ、いたずらするよじゃあ、身長もちょっとずつ伸びてきてね、手の届くところも増えたんですよね。でもなんだかこうほっこりしますねあの人んちのことだからどこでこれそっかそっか。ラジオネーム富岡のアリオンさんからです、ね、今日のテーマ見てしまった聞いてしまった、うん、昨日の投稿で、自分がね送った話に、うん、分かんないよっていう感想を聞いてしまったので今日はシンプルにいきます、うんうん、ゆたかくん、はい、市内のオープンカフェで楽しそうに話していた女性は誰、うんうん、あら見られてた。あーちゃん、うん、おしゃれなレストランで一緒に食事をしていたスポーツマンタイプの男性は誰。あれ見られちゃった。やだ見てしまったと言いたいですが、うん、すいません嘘つきましたでもお二人の幸せな姿を心から見たいと願ってるのは本当ですよ。なんだバレちゃったか。じゃあしょうがないかな、ね、福祉でなんだけど本当よね。あしょうがないですよね。やっぱねバレちゃったよね。いつどこで誰が見てるか分かんないってことですよね。もう一度言いますよすいません嘘つきましたえ、あ磯さんの下りのところはね、そうですよね。そこは嘘かもしれない。はい、はい。豊かさんも含め嘘つきましたですよ。そんな風には書いてなかったでしょ。やだな。ね、言えば言うほど悲しくなってくるね。全然。全然悲しくなんでか、それは嘘だから悲しいわけですわ。全然悲しくないってことはこれ多分やっぱ本当なんじゃないかな。じゃあ豊かさん聞きますよ。最近女の子といつご飯行きました。今ほらちょっとステイホームだからさそう、それは行ってないよね。それは俺はだからそんなこのタイミングで沖縄とか行かないよ俺誰がニキさんや文春にすっぱ抜かれるようなことしませんよ誰がマッケンユーさんだ隠し子もいませんほら続いてどんどんメール行きましょう。アットFMさんです、うん、昨日おはからで聞いてしまったのは群馬の話題での高速の事故、自分は普通免許じゃないけど自主返納を志すに拍車がかかりましたといただいております。北関東道で、うん、17台の車が絡む大きな事故があったんですよ。なんかあれでしょ、最初の車がなんかこの燃えちゃったみたいなんで止まってたらその煙かなんかでってやつでしょ。そうなんですよ、合ってますね。そう煙でも前が見えなくなっちゃって、うん、ずいずいこう追突事故が起きちゃって ね、 ね、本当に怖いと思って、うん、私本当週に 1,2 回はそこを乗らなきゃいけないので、ね、怖いなと。タイミングがずれてたらそうなんですよ、ね、結構止まってたもんでしょ。はいね、で5時間ぐらいもうずっと渋滞っていうか、まあ、通行止めだったりね、ね、本当改めてねちょっと気をつけなければいけませんよね、はい、続いてラジオネーム、うん、ももじいさんからいただいております、はい、世の中が新型コロナウイルスで困っているこの時期、テレビネットなどの報道を見て日本だけでなく世界中の人間の嫌な部分をたくさん見てしまったような気がします。またそれと同時にいいところも見ました。例えばお店、企業同士の協力してのコロナ対策や心ある人の言葉、アーティストさんたちの元気づけるネット配信もたくさん見たような気がします。そして飲食店をやっている私は未来の飲食店のあり方も少し垣間見たような気がします。あとは医療従事者の方もありがとうございました。文章まとまらなくてすいませんといただきました、うん、ありがとうございます。そうですね、いろんなところが見えたよね。これでなんて言うんでしょうね、あ、うん、こういうことが起きると人ってこういうことしちゃうんだなみたいなさ、結構なかった。行くなっつってんのに行っちゃうとかもあるし、うん、赤城山の方はねちょっと大変だったみたいですね。結構あったよね、そういうちょっとなんて言うんだろうな、あ、人の、うん、っていう浅ましいところって言ったらあれだけど、うん、出ちゃうよねみたいなね。でもね、ももじいさんのよりいいところもあって、例えばゴミ収集車のね、このゴミにここ紙に、いつもありがとうございますとかメッセージを書いたものとかもね、前橋市のフェイスブックにたくさん
ん載ってるので、そうちょっとチェックしてみてください、うん、ね、飲食店のこれからのあり方もね見たって言ってるから、うんうんうん、これからどんどんちょっと変わってきそうですよね。そうね、変わっていくと思いますよ、うん、メールお願いします。さけ太郎さんです。はい、さけちゃん。見てしまった、聞いてしまった、うん、ゆたかくんが女の人と一緒にいるところを見た人は M ウェーブにご連絡を。もういつ来ちゃってた、どうしよう。さっきね、アリオンさんから、うん、来ちゃってたね、来ちゃってたね。急ぎに彼氏ができたというデマを聞いた人も M ウェーブにご連絡を。なんで私のだけデマになってるんですか。今でもデマでいつ来てたからね。そういう意味ではあっちはデマだったから。どういうことよ。ああ、そういうことでしょう。ああもう何なの、桐高さんのことマウント取るか。ああいいんじゃない。ついでに、うん、マー君の彼女情報と、うん、目崎ちゃんの彼氏情報並びに局長の鬼嫁情報を募集してます、うん、すぐに MF まで。さけちゃんどの立ち位置なの。分かんないけど、来ても見るのここの人だからあんたは見れないよっていうね。確かに確かに。よかった、観覧自粛にしといて。お、ね、他にもありますか。もうこれでいいですよ。はい、ラジオネームハワイのママちゃんからです。何ハワイのハワイのママちゃんからです。ゆたかくん、キッポーイ撮ってますか。やはりいいこと悪いこと聞いて分かると気になりますよね、うん、企画を知ってたくさん救われたママですよ、うん、ゆたかくんは。そうですね、私は、まあ、とりあえず今その時期的に行けないので、うん、キッポーイ撮りはしてませんが、うん、まあちょっとまたね解除されたらいろんなとこ行きたいなとは思ってますし、それでやっぱ運気を上げていってるんでね、うん、まあ、しばらくねこうやっぱ金運とかそういうところ、ね、うんうんうん、なるべく取ってたんで、うん、まあ、そろそろ出会いのその方角を取っていこうかなと、ね、ラジオネーム今たくさんからいただいております。去年の10月に東急東横線で走っている渋谷ヒカリ号を見れた時はラッキーだなと思いました。ああ、なんせ1両編成、A しかないからねと。何続いて、ルルちゃんからです。 SNS のタイムラインに出てくるあーちゃん、ほんと最近大人っぽくなったよ。この間ハーバリーブと一緒に映ってたあーちゃん見入ってしまったよって。やったー、あーやったー、大人っぽくなった、やったー。親戚のおばちゃんみたいなこと言ってない。ルルちゃんあれっつってね、随分でっかくなったねーなんて。ルルちゃんいつもありがとうございますよ。あとさとしさんがですね、昨日言ってたのが、なんかさとしさんね、ちょっと不幸があったみたいで、そう、お葬式の時にお坊さんがね、今マスクしてるんですって。で、そのお坊さんがマスクしながら、まあ、お経を唱えるじゃないですか。で、すごくロングブレスの方だったんですって。そうしたらマスクがこう、こう吸っちゃったみたいで、もうマスクがペタペタペタって、それが見てて面白かったって言ってました。もうさ、真剣にやってそんなの見て笑ったみたいです。豊さんはどうですか、見てしまった、聞いてしまった。見てしまった、うん、まあ、先ほどだから磯木さんが自分で言ってたのは、ね、私はガサツな女ですっていうのを本人が言ってたんで、あ、聞いてしまったと思って、ね、全然面白くないじゃん、ね、びっくりしちゃって。全然面白くない。これはもうちょっと言うしかないな。だってみんな知ってるもん。そもそも全然面白くない。最後1分で言うことではない。そこのね、看板をさ、なぎ倒しながら向こうに行ったんで、おはよう前橋からのなトップみたいなって言ってさ、拾いもしねえの、落っことして。気づかなかった。バタンみたいなさ、いつも気づく。ああみたいなね。でも残り30秒で帰ってこなきゃいけなかった。そっか、急いでたってこと。急いでたんです。そっか、まあまあいいですよ。ちょっとね、あー、ガサツなんだなとか思いながら見てましたよ。ガサツガサツ言い過ぎですはい、というわけで、皆さん今日も本当にありがとうございました。今日見てしまった、聞いてしまったというテーマでメールいただきました。ありがとうございます。さあ、今日この後雨またね降りそうなので、雨具を持ってお出かけください、はい、そしてコロナ対策を忘れないようにお願いいたします、はい、本日の担当は私、磯日彩香と村田でした。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。今度は見られないようにちゃんと変装してカフェに行こうかな。